ミニは10月26日、ミニ、カントリーマン、日本名、ミニ、クロスオーバーに相当の欧州仕様車に、パワードバイ X レードパッケージを設定すると発表した。ミニと X レードチームはこの10年間、ダカールラリーで並外れた成功を収めてきた。ミニと X レードチームは2012から2015年、世界一過酷なラリーとされるダカールラリーにおいて4連覇を達成した。ミニと X レードチームは南米から中東サウジアラビアに舞台を移した2020年のダカールラリーも勝利しており、これまでにダカールラリーで5回総合優勝を成し遂げている。X レードチームはミニカントリーマンと砂漠の砂、荒れた地形、泥、石の多い場所で行われる厳しい耐久ラリーに精通している。 X レードチームのノウハウはミニ、ALL4 レーシングやミニ、ジョン・クーパーワークスバギーのようなダカールラリー参戦マシンの開発だけでなく、サポート車両の製作にも生かされた。ミニカントリーマンは X レードチームのサポート車両としてダカールラリーに参加してきた。ミニカントリーマンはすでに何度も過酷な条件下において優れたパフォーマンスを発揮し、ダイナミックなパフォーマンスと多様性を示している。ミニカントリーマンの X レードチームのサポート車両はシャシーやボディを過酷なダカールラリーに合わせて変更した。ミニカントリーマンは数百キロメートルに及ぶラリーステージにおいて信頼性の高いサポート車両になったという。最低地上高の引き上げとパンクを防ぐための対策によって X レードチームのサポート車両はアルゼンチンとチリの間のアンデス高原の岩や穴が点在するラリーステージをトラブルなく移動することができた。2020年のサウジアラビアの砂漠の荒れた地形でもミニカントリーマンのサポート車両はその性能を存分に発揮した。パワードバイ X レードパッケージは X レードチームが持つダカールラリーでの豊富なノウハウを生かしてミニカントリーマンのオフロード性能を高めたパッケージとなる。パワードバイ X レードパッケージではミニカントリーマンのオフロード性能を向上させるためにダカールラリーのサポート車両と同様、最低地上高を引き上げ台形ホイールとタイヤを装着する。これらのアイテムはミニカントリーマンのために特別に開発された。車両の最低地上高は 40mm 引き上げられており、台形ホイールタイヤを装着することによりオフロードでの走破性を高めている。ラリー用に開発されたホイールはタイヤがパンクした際ホイールを保護するよう設計されている。頑丈なリムリングにより岩場でタイヤがパンクした場合でもホイールを交換する必要はないという。またブラックカラーのリッシュデザインにシルバーのスタッドを備えたホイールは強力な視覚的インパクトを生み出している。ミニによるとパワードバイ X レードパッケージは成功したオフロードスペシャリストの経験から恩恵を受けることができるという。ラリースポーツからのノウハウを生かしたシャシーのアップグレードはミニカントリーマンのオールラウンドな才能を全ての路面に立ち向かう力に変えるとしている。